箸で持てない。使わない。ちょっと箸で持てないって。湯豆腐以外聞いたことないです僕。豆腐みたいな。豆腐のような。見てこれ。ネイチャー。エレガントジモンのエソチャンネル。いいよ。どうも、うざチャンネル。あ、今俺うざチャンネルって言おうとこだよ。どうもって言ったでしょ。いや、もう本当申し訳ないです。すみません。どうも、うざチャンネル、ジモンです。あ、オラキオです。よろしくお願いします。カプセル怪獣、オラキオくんです。お願いします。今日はあのジモンの日常シリーズって言って、はい、俺がパラッとどこなんかご飯食べたりするじゃない、昼ランチ、はいはい、今日ランチ食べるからって呼んだんだよね。あ、はい、そうです、そうです、ね、普通は女の子呼ぶのに、はい、俺はこういうわけわかんない芸人の男が多いっていう。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとヤーマスクしてくれて、はい、嬉しいね。いやいや、もうこれずっと使ってます。もうすごいいいです。ここまでだっていいとしか言えないじゃん。いやこれ、いや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 、でもなんかダメだとか言えないんだ。いやでもいろんなマスクちょっと試しましたけど、これが一番フィットするというか、本当にいいです。ありがとうございます。あ、ちょっと髪の毛生えてきてんな。ああれちょっとやっぱりあれ生えてますよね。おじき、どうもよろしく。どうもよろしくお願いします。あー、変わらない。いや、どう生えてます。まだちょっと生えてますよ。ちょっと生えてますよね。でも急に来てびっくりするんだろうけど、はい、今ちょっとお店がオープン待ってるんですよ。あ、すいません、なんかオープン待ちの状態で、はい、ね、今からあの、はい、食べるんですけど、はい、俺が大好きな御徒町のとんた本家っていう、はい、とんかつと洋食の素晴らしい店なんですよ、はい、ただ問題があって、はい、あの情熱大陸とか、はい、そういうあのやつか取材拒否でしか出たことないんだよね。だからこのハンディカムで撮影していいかどうかっていうのは、なるほど、上に上がってからじゃないとカメラ回せないと思うので、なるほど、ちょっとその辺は了承してもらって、はい、もしダメだったらこれなしです。わかりました。なるほど、そういうことですね。いいですか。もし中が回せたらこれも使うかもしれない。使うかもしれないけど、今は、はい、あの本当にどうなるかわからない。いや、もちろんです、もちろんです、はい、チャレンジモードですから、はい、チャレンジグルメ、チャレンジグルメ。カプセル怪獣、あの力弱いね。弱いですね。なんかもっとガーンと面白くなんかできるんだから。そうですよね。やっぱちょっと全然あのまさか急に回されると思わないもんね。そうですね。それもあったんですけど、まあ僕自身がやっぱりちょっとジモンさんにあんまこうガッといく、ちょっともうちょっと、はい、普段ください。3年ください。頑張ろうぞ、はい、俺も頑張る、俺も頑張る。どうぞ。 お笑いに疎いから俺、はい、すいません。頑張るね、はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店はここなんですよね。ここのここなんだよね。ここもうちょっとしたら開くと思う。11時に開くと思う。うざ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 、こういうお店なんでしょ。いや、いいっすね、素晴らしいです。もうちょっと最高です。はい、楽しみです。え、大好きなんで、とんかつが大好きなんで。とんかつあんまり出てこない。とんかつあんま出てこないんですか。とんかつあんま出てこない。あ、でも確かにあのメニューの中でも群を抜いて短子中のお値段がこうポンと高かったんですね。ここはね、タンシューが美味しいんです。とんかつ屋さんと歌ってもないんですか。洋食なんですよ。うわ、歴史的な歴史的な洋食屋さん。ラードを自分で豚でこう油で集めて作って、はい、今日のラードの出来はいいって言いながらそれにポンと揚げるの。はすごいラードで揚げてくるの、綺麗なの。一個一個季節の揚げ物が美味しいから、はい、今日はちょっと豪遊しちゃって。それでなんですね。イカフライからイカフライ、エビフライ、カキフライ、タンシチューで、とんかつ。とんかつに行く頃にもうおそらくお前は腹いっぱいになってると思う。いや、ただ僕やっぱジモンさんと飲むようになって、食べるようになってから、あ、今飲むようになったら違う人と間違えてる。間違えてる、間違えてる、間違えてる、ね、マッコイさんとも飲んでますね。あ、マッコイさんも酒飲めないんで。あ、そうか。あ、そうです。ちょっとボリュームわかんねえんだよ。だから声大きい。ボリュームわかんねえんだよ。声大きい。声今大きかったですね。ボリュームわかんねえっていうのはい、公にそういうふうにやからっ、そうですね、あ、やからっぽく言っていいの。ダメです、ボリュームわかんないのはもう僕の責任なんで。お前静かに喋れよ。すいません、失礼します。やってか、はい、すいません。うざ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 。タンシチューマニアから見たら、タンシチューのどこって大事なの。俺はそういうことまで考えて食べてるんです。同じタンシチュー、タンシチューでもその場所が二つって言ったから両方と混じると思うんだよな。なるほど。端元の方と先の全部混じってくるから、まあ大丈夫だと思うんだけど。だから二つってのはですね。はい、ほらほら、かけが一個あった。
いな。この大きさわかる？これ今日揚げてみ。ほら、大きくない？これは、まあ、そのままで美味しいって。食べ、食べ。何が大切って、このキャベツの綺麗な切り方わかる？この細く切り細いんですよ、ね。この丁寧な切り方でもわかる？はい。芯のところとか、あの、そう綺麗に選んで、場所を選んで。どう？ちなみに。そうですね。キャベツ持ってきた。へえ。食レポだよ。何だったっけ？これだ。そのままでもっていうおっしゃってた。そのまま一口食べてもいいんじゃない？せっかくだったら。一口で。いや一口だ。一口ですね。うん。食べてもらう。断面にして。うわあ、何これ。うん、熱いじゃない？今のお前のリアクションは。うまいやん、熱い。うん。どうなの？どうなの？どうなの？うざ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 。うざなんだこれ？ありがとうございます。これがごゆう？ごゆう？ごゆうすごいよこれ。あ、これ。え、あの、イカフライいいっすね。スミイカ。スミイカ。きれい。うわ。夢の日だな、今日。夢みたいな、これ。うわこのエビフライ、これ頭まず。うわ、なんやこのタルタルがさ、このここに乗っかってんだよね、うん、この甲羅の方に、かなりの量もあっちゃったよね。うまっ、いや、うまタルタルもうまい。何これ、でもね、エビフライの一番美味しいここなんです。やっぱそっか、味噌がついていてちょっと身があるこの部分が一番うまいです。うまい。この天然の車エビです。だから綿も美味しい。養殖だと朝が泥臭いんですよ、うん、これは天然だから。この綿の部分がものすごい美味しい。レタスの最高、これが本当のエビフライです。イカフライのイカフライの断面を見せたいんですよ。きれいでしょ。中ねえや、うん。甘い、甘い。イカフライが一品料理になってます。ザ洋食だなこれ、うん、たまんないわ。天ぷらのクラスだ。天ぷらの仕事してんだな。来た来た。失礼します。あ、お皿変えますか、はい、場所によって味が違うから、はい、これは端元だから、ここは、ほら、もう、ほら、こういうの、ライフがいらないから。うわ、溶けてる。ほら、もうスプーンで食べれるぐらいのものだよ、これ。すごくない？一番すごいのは、このタンのね。一番下、ちょっと出てくるんで、これとやらせてもらうけど、この部分。わっ、もう箸持てない。使わない。ちょっと、だって箸で持てないって。湯豆腐以外聞いたことないです、僕。豆腐みたいな。豆腐のような。見てよ、これ。ごちそうさまでした。お疲れ様です。ちょっと。こんなの食べちゃったら他のもん食べれない、うん、このタンは飲める。このタンは飲める。いや、飲み物って言っていいよね。ほんと飲めちゃう。チュルチュルチュルって飲めちゃう。洋食屋さんだから
ここまでできないよな、普通の店だと。人参とかのさ、仕事もするから。すごいよ、これ。他にないです。ここに来てこれを食べないと無理です。しかも一番初めに11時に来て頼まないと、タンの一本タンのどの部分をタンをこう切ってますからね。斜めにこのぐらいかな、うん、こういうふうにでこうなってるから、だからこれが先っぽだと赤身すぎるじゃん、中が脂があるちょうどあるこの辺のやつが一番おいしいからベストです、うん、これを頼むためには11時に来ないと無理です。夕方にはもうないです。うスプーンですけど、何だよこれ、これ固形物これ持ち上げたら切れたんですけど、まだ本物のレベルです。食べな、どうやどうやどうや、あの人生初めての感じです。うざうざうざ、見てください、タンシチューのタンをちょっとこうやってほぐしながらこうやって作って、これを白ご飯の上に乗っけて食べるんですよ。ほらこれ最高ですからね。これやっちゃダメだと思うな、こういうことしちゃダメ、これダメだよ、やっちゃこれやっちゃダメだって、やっちゃダメだって、やっちゃダメ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 。うわこれちょっとうますぎるわ。もうデミがさ、お肉が溶け込んでうまみが入ってるから、野菜とかいろんなもの使ってんだろうけど、もうこんなの世の中にあっちゃいけない食べ物になっちゃった。今日のメイン片付きました。うわ綺麗、なんて綺麗なの、つれつきまして、この価格の数でしょうね。ロゼが最高ですから、ロゼですね、ロゼ、ロゼですよ、これほらほら、あロゼです、これロゼです、ほら最高です。お皿がもう熱くてチン、もうこれ焼いてんじゃねえかってくらい熱いんですよ、熱湯皿。それをとんかつのこのこれを乗っけて、熱湯皿、どうだろうとはちょっと違うと思うよ。このとんかつのこれまんまでまず一個食べてほしいんですよ。まんま醤油の入りと豚の脂との甘みが全部出るわけ。そう豚足豚ってこの味だったな。豚の油揚げ、ラードで揚げられてるわけでしょ、こんな綺麗なとんかつある。で俺にごめんなさい、このソース醤油が混じってるソースですけど、これで食べるともう、ご飯マシぐらい、ご飯マシ最高だこれ、うん、うわうまそう、器が軽い、薄くて高温で焼かれてるやつ、あ全部いい、全部大事ですもんね、やっぱりキャベツもうまい、全部うまい、全部うまい、うざ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 、最高、これから食べようとんかつ、はい、いただきます、これから食べてみて、いただきます、何もつけて食べてみて、はい、うん、ネイチャー。お笑いに疎いから俺、はい、すみません、頑張るね、はいはいはい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、高評価
チャンネル登録よろしくお願いします。